で昔は例えばお墓でもこうしてね、大昔何十年前かはこうやって入ってたの。今はねバックで入るでしょ。だフォアで入るときはねもうほとんどこう縦で入ってる、ストップもこういうふうに、こうじゃないんですよ、こう入っとく、でここからパッと持ってくバックも、ほら両方使える、これで全然違うの。その方がずっといいんです。だって右肩洗浄で、右利きの場合は、私の場合は左ですから、左肩洗浄で体を合わせていくっていう考え方にすると、いつでも芯の力で打てるの芯のところで当てられる。芯で打てるということは、一番腕が一番こういいところにあって、ラケットがそこの延長線上にあって、肘と背中がくっついきながら、もちろんこう柔らかくしないとダメですから、ロボットみたいにカチカチはダメですけど、柔らかくしますけれども、そこで基準を決めといて、そこへ体を持って掘り込んで、だっていいところでポンと持っていく、ポンと持っていく、カットする、レシーブする、ストップするというふうにすれば、本当に卓球が整理されます。これは今までやってる人はやってるけど、言われてきてないことです。ここで体を合わせていく、要するに背中のことをみんな言わないから、ここで合わせるっていうことの意味が分かんない、そんなバカなことないよっていう人もいると思います。何でもいいんです。例えばこのフォアハンドに限らないでしょ。例えばバックのフォアハンドでこう入っていくときに、こう来ればもうバックでしょ。フォアはこうで、バックはこうで、なんて言ったらこれだけ余分なんですよ。そのまま持っていっといて、こうそのまま持っていっといて、ちょっとこうすればストップになるし、こうすればフォアで打てるし、こう持っていっといて、こう入ってパッと切ればバックだし、もうちょっとこう入っていったらチキータになる。同じところだから、同じ。だから今オールバックフォアの、オールバック、前はオールフォア、今オールバックの卓球は主流ですと。よくまあテレビの解説も盛んに言ってるけども、それがそういうことだから、そっちの方が分かりやすいからです。昔はオールフォアだったから、ちょっともうオールフォアで一番いいところ。でもね、やっぱりね、やっぱりここで売ってる、みんな売ってたんじゃないかと思いますよ、きっと。だから綺麗に打った後に、特にゲームなんかでバカッと打つときに、こっちへちゃんと斬新ですよね、振り切るということをみんなしてた。今この辺で打ったら振り切れないもん、振り切れない、背中回して途中で終わってしまう。だからちょっと途中で終わるってことは、背中がちゃんとまっすぐ行ってないっていうことですね。これなんか見て、背中ちゃんとほら、プッシュの時、わわ背中ちゃんとしてるでしょ。まあ選手の時です、これね、プッシュなの、プッシュ、プッシュ、左利きですからプッシュ、こちこち、うん、これは林慶京さん、これは何回かお見せしましたから、カットでね、遠く登ると背中綺麗でしょ。背中見えます？背中綺麗でしょ。ぐちゅぐちゅっとしてないでしょ。非常に綺麗ね。だからさーっといってね、もう手が、腕が綺麗に触れてるってことですね。この人知ってます？知らないね。林慶京さんの後に出てきた選手です。綺麗でしょ。これね、こういう形の中で背中守ってるの、はあ、右左のほら内側、これ、まあ、この辺に来たやつをガーッとこういう形取らないと入らないんだけれども、それで背中の位置を守ってる、ほらこれバーンと来たんで胸元に、それを体を使って返すとね、こんなことしてない、あーなんてしてない、ちゃんと体を使って、ちょっとこう倒れる、背中が綺麗でしょ。これも、うん、自分の感覚になってきます。はい、どうぞ。そう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 、線上に合わせて、で手を使わないで背中を意識して、シュッと手はもう簡単に、そうそう簡単に、こうやってこうやってなんて思わないで、シュッてもう
だってしそうです。だからこの落ち方だと肩の位置が、背中の位置が、肩の位置が、腕の位置が、肘の位置が体に一つになってるから、こうふっと体をこうやってふっと回してあげれば手は自然に回るので、すっごく上手になってきたら張本さんみたいにそれからパーンとここから振ればいい。だからあんなに早い、早いの。最初から打ちに行ってるわけじゃないの。で、体がちゃんと効いてる中でこうふっといったら入るだけのところを、時間があった時にシャーッとスカーッと振っちゃうんですよ、あれだとまだミス OK。 それ吉村さんなんかものすごく上手、それがだ、力がなんか全然当たってない、柔らかくやるでしょ。吉村さんって弟の方なんですが本当に柔らかいんですよ。そこで打つから力入れないの。それからここにまたちょっとずれてる人はここでカッと手で引っ掛けるから、つい帰ってた時に間に合わなかったりする。私が打つ時にもしこれがこうやったら、まあ、背中見てもらったら分かるけど、これ絶対背中がこうやって動いてるんですよ。で、線で打つとこうなるの。もう必ずね、足も動かないの、線で打つと。ところがここで、ここでこれがタッチするところでしょ、ほら、ここはタッチする、そこへパッと、そこへパッと、そこへ持っていく、そこへ持っていく、打つとこが絶対ここに、ここしかできないの。足は動いてるの、そのくせね。これでしょ、こうでしょ、こうでしょ、これをパカッと打ってるだけなの、ここで。手の動きっていうのはね、だからその体と一つだからね、体と一つですから、手だけに独立して動くことは絶対しない方がいい。ここまで来たらね、あ、打てるなって気がするから手も使いたくなるけど、あえて使わないでやってください、フォアハンドの人はね、全部同じ。足カットする時もやっぱりその足裏ですからね、ここでガーンってこう持ってくる。特に今の卓球はこういう形になってこっちでしょ、でそうするとほら横に引っ張れるから、そこからパーンと打っていくこともできるわけですよね。いや、だいたい後ろからこうやって手が後ろから前に出てしまってる人ってだいたいセンタークスになってるんですよ、ね、こう見える、こうやって、ね、やってるように見える。中国の選手なんか見えるけど、ここに置いといてからこうやってるのと最初からこうやってるのは意味が違う。置いといてこう出していくのは足がほら効くでしょ、はい、こう最初からこう後ろから後ろから前ってやっちゃうとどこに軸があるか分かんない、アクセスがね。そう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 、あ、しっかり左に乗ってるでしょ、はい、すごくいいです、非常にいいとこ乗ってる、多少振ってますね、ちょっと振ってるでしょ、はい、ちょっとでも振っといた方がその足は使いやすいんですよ。うん、だ、私とかプッシュをやるけど、プッシュの場合はねこんなことできないから、必ずどっちか足に、必ずどっちか足に乗ってガンッと持っていくから、プッシュやる人は割と選択肢にならないね、プッシュが上手な人はね。でも今ペンの人はほとんど裏面ですから、裏面は振りますから、振る時にこんなことして振れないから、やっぱりちゃんとどちらか乗るでしょ。だ、裏面が割と、裏面で上手になってくるの早い人は足の裏の乗り方がね割とやりやすいんじゃないかなって私は気がしてるんだけど、裏面で、どうですか鳥居さん、裏面が上手にできる人って裏面の方がこっちよりも、裏面じゃないペンホルダーで行くよりこっちの方が、あの重心が足の裏に乗りやすい。ね、だから裏面の人、裏面でやった時あっという間に上手になるでしょ。そうです、裏面取り組んだ後大体どの人もあっという間に上手になるっていうのは、体が使いやすいんじゃないかと思う。面は出しにくいけど体は使いやすいんだと思う。最悪はね、なんかこうやっておいて、こうなんかこうやってるでしょ、よくこう。私はできないんだけど、このままでこう、このままで、このままで、このままで両足が一緒、これは何もできないね。